ャンプでギターを弾き歌う人に戸惑う。これは徳田さんから聞いた話なんですけど、先日グランピングって言って、はいはいはい、ホテル並み の、はいはいはい、設備を揃えて、ね、お気軽にキャンプを楽しめるような施設、うん、設備がある施設、キャンプ場に行った時の話を聞いたんですけど、うん、なんかそこで、うん、まあ、隣のグループの人がギターを持ち込んで、うん、歌歌ってたって、しかもすごい長かったんですっていう話をしてきたんですよ、うん、でその時にまあ、確かに、うん、キャンプ場でギター弾いて、うん、なんかもう自分がこのキャンプ場の BGM になってんだぐらいのレベルで弾いてなるほどね、はい、すごいやっぱ気になっちゃうじゃないですか、うん、でそれが結構長い時間だったっていうから、うん、まあ、すごい徳田さんも気になったんだろうなと思って、うん、まあ、陽気だったらそこまで気にしないと思うんですよ、うん、なんかまあ手叩いちゃったりなんかね、一緒に歌おうよなんて言われたら、はい、もう参加しちゃうぐらいのレベルかなと思って、まあ、そういうところに違和感感じるところが陰キャの特徴かなと思って話聞いてたんですよ。はい、これはもうでも徳田さんもう言い訳できないんじゃない？いやでも、うん、キャンプでなんかわざわざギター持ってきて、うん、なんか歌えちゃうなんかその、うん、なんか自信あるところが逆にすごいなっていう、うん、なんかすごい羨ましいみたいな感じで、羨ましい方だよね、うん、これどう阿部ちゃん？いや戸惑いますよ。え阿部ちゃん本当戸惑う？戸惑いますよ。なんか前回なんか伊藤さんがなんか言ってなかったっけ、阿部ちゃんは、はい、陰キャの、はい、憧れる陽キャです。そうそう、はいはい、あれがすごい心残ってるの。それが厄介なんですよね、単なる陰、はい、単なる陽じゃないから、はい、そうなんです。え、本当に戸惑う？戸惑いますよ。あ、立ってんなって。っていうかほら結婚してんじゃん。結婚しました。旦那様が気持ちよくなってお酒ちょっと酔って歌ってたらどう？一緒に手拍子してめちゃめちゃ陽気じゃないですか。そうだ、参加できちゃうんだもんね。そうですね。なんでじゃあ一回さ戸惑いますって言ったの？陽の方がいいんだって。いいんでしょきっと、テレビ映りは。いや、うん、私は陰キャなんですよ。私は陰キャなんですって絶対に。怪しいよね。なんか漫画読んでるとかもなんかこうなってくると。いやいや。